オスグッドシュラッター病は、サッカーやバスケットボールなどのスポーツをする小学生、中学生や高校生に多く見られる、膝の蛍骨が出っ張って痛むという骨難骨炎である。オスグッドシュラッター症候群とも言う。1903年に、ボストンの整形外科医、ロバートベリー・オスグッドと、チューリッヒの外科医、カール・シュラッターが別々に症例を確認、発表したため、 この病名がある。一般的には、オスグッドなどと略されるが、正式名称は、オスグッドシュラッター病である。多くの患者は、膝の蛍骨の付近の痛みや膝裏の痛みを感じる。様々なスポーツで、ジャンプや屈伸を行うことにより、大きな衝撃が、膝付近に生じ、蛍骨側面付近に炎症が生じる。蛍骨側面に存在する。 骨端核に機械的牽引力がかかることに起因するとされる。このため10から15歳の活発な発育期の男子に多く発生し、運動時に症状が強く現れる。膝伸展機構は、大い,い4頭筋から室外骨、室外人体、室外腱、蛍骨染めにへと連続する。スポーツ選手では、膝伸展の反復により、これらの部分に牽引力が働き、 室外骨炎異端、室外人体、蛍骨素面が弱点となり、ジャンパー膝、シンディングラー線、ヨハンソン病などのように疼痛が起こる、頻度が高い。X 線でも骨端角の様々な乱れや、有利骨片の発生などが認められる。発症者としては、外見からはあまり痛くなさそうでも、本人からすればかなり痛いのに分かってもらえないのも、発症者のネックになることが多い。 治療法としては、まず安静にすることが第一である。また医薬品などの治療も可能ではある。しかし、現在はリハビリなどを行う例が多い。キックやジャンプの動作は禁止し、理学療法を併用して対象療法を行う。大きな骨片が存在する場合には、手術的に摘出することもある。しかし、あまり心配しなくてよい。時期が来れば痛みは、 消えると言われているが、実際は、スポーツなどは、完全に中止し、休養を取らないと感知は、難しいと言われている。特に発症しやすいスポーツは、サッカー、バスケットボール、野球、バレーボール、陸上競技、テニスと言われている。サッカーはボールを蹴ることが多いことや、リベロのように動く選手や、バレーボールで、よく、スパイクを打つ選手などは、 痛みが増したりするために特に治りにくいと言われることがある。しかし一番治すために効果的なのは全文にもあるが完全にスポーツなどを中止し休養を取ることである。一方で10から15歳の子供が完全にスポーツを中止し休養することは難しい。他の子供との競い合いから一時離れなくてはならない。時にはそのスポーツや選手を諦めなくてはならず。 肉体的、精神的痛みは大きい。なるべく短期間で治癒するような積極的な休養が望まれる。それには、大体4頭筋の短縮に着目する。大体4頭筋の一部は2関節筋で股関節の屈曲と膝関節の伸展に作用する。大体4頭筋に短縮があるものは、膝関節完全屈曲位で股関節伸展位が難しくなり、 膝が体幹より後ろへ行きにくい。このようなものはただ歩いている時でも頸骨に負担が加わっている。歩行時の足が後ろから蹴る動作で筋収縮と筋の短縮による二重の力が頸骨に加わり負担が大きくなっている。だいたい四頭筋を長く行くことが必要である。筋は速い動きに対して一定の長さを保とうとする反応があるために、 ゆっくりと、緩やかに伸長していく。加えて、膝関節屈曲と股関節の進展を一緒に行うが、股関節進展が、腰椎の進展に誤魔化されないよう、各関節を厳密に動かして、だいたい4頭筋を長くしていく。おすぐっとシュラッター病と混在する炎症や怪我は多い。腱症炎と共に患う場合もある。また、症状がひどい場合には足に、 水が溜まる場合もあるため、膝に痛みが現れた際は、医者の診察を受けることが最適である。オスグッドシュラッター病の患者は大抵最初は、成長痛などと言われるが、成長痛は、運動をした、しないに関わらずに時期が経つと治るのに対し、いつまでも痛みが引かない場合は、オスグッドシュラッター病であることが多い。ありがとうございます。